けあのギターで編曲してるんですけど、イ・エテリン・ピエル、あのウェルズ語で聖なる鳥っていうね、純ピュアな鳥って言いますらしいんですけど、男の子がマーケットかどっかで可愛い女の子に会って手紙書くんですって、で、それを鳩にかなんかにこう渡して、これ届けて送れみたいな、そんな歌詞なんですよ。